る。またしても無意味な仕事。まったく冗談でしょ、うん、ついてきて、うん、まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。父さんはポセイドン、海の神だ。神と人間の子供バシー・ジャクソン。水がお前に力を与える。彼には特別な力が。君の身が危ない。稲妻を盗んだと思われてる。俺は盗んでない。消えた稲妻によって運命が動き出す。オリンポスの神々は分裂して世界で戦いが始まる。すぐに行かなくちゃ。世界を救うため。これは罠だ。稲妻を取り返し。稲妻を渡せ。お前は特別なんだ。神秘の力を解き放て。よかった。俺はポセイドンの息子だ。パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々。21日月曜日夜9時。ディズニーチャンネルムービー。見て。ディズニーチャンネルオリジナルムービー。僕たちは異次元から来たんだ。今度の冒険は悪に支配された異次元の世界。正直言ってこの場を切り抜けられる気がしないんだけど。こいつらを始末しろ。これが人生だよね。フィニアスとファーブとフィニアスとファーブがこの世界を行くわよ。イエスター救う。ロボットたちをやっつけよう。今始まる史上空前の時空を超えた戦い。侵略してやるもんね。ロボット決戦だ。わかってるよな。恐怖に震えるがいい。助けなきゃダメよ。危険すぎる。フェリーは僕たちの家族だ。置いてはいけない。キャンディス、バーブ、ゲームオーバー。フェリアス、フェリー、僕を信じて。ディズニーチャンネルオリジナルムービー、フェニアスとファーブザ・ムービー。21日月曜日昼1時30分。またまた始まるよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。チャンネルムービー。みんな決めのポーズ取ってくれてない。あの竜の戦士ポーが息子か。本当のお父さんと再会し、着いたぞ。故郷で幸せな時を過ごしていた。だがそこへ恐るべき伝説の野獣が蘇る。全てを叩き壊す。大様の世になるのだ。狙いはあなたよ、ポー。そしてファンが全員、みんなでカンフーを学べる。僕がカンフーを教える。さあ師匠としてカンフーを伝授せよ。カッパー。力を合わせて立ち向かえ。やった。果たしてポーは最強の敵に勝てるのか。今新たなパンダ伝説が生まれる。カンフーパンダ3、25日金曜日夜8時。ディズニーチャンネルムービー。この後は、もしも完璧なボーイフレンドが作れるとしたらどうする？ディズニーチャンネルオリジナルムービー完璧ボーイ、この後すぐ。平日のおうち時間は、ディズニーチャンネルの平日毎日夕方4時から夜9時までは、 Hey! It's Miracle Time! それいいね。人気番組はもちろん、わお、注目の新番組やゴーストバース、新エピソードがたっぷり楽しめる。ディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time! 平日毎日夕方4時から放送中。見逃すなんてもったいないよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールからみんなへのお願いだよ。